お姉ちゃんピクニックやろう。ピクニック。ピクニックは行くもの。あ、ゲームの名前なのね。遊ぶのはいいけどどんなゲームなの？さあ。まあとにかくやってみなさいな。やあ。で、誰？何くれるの？顔が近い。お金をくれるって。もしもしポリスメン、全身ピンクの不審者の声かけ事案なんですけど。これなんだろう？ただで、ますますうさんくさいわね。ああ、メルカリとかジモティとかブックオフとかそういうやつ。これコマーシャルなのかな？およそビジネスとは思えないけど。じゃあピンクの人は社長さんなのかな。とかどうか怪しいけど、まあそうじゃない。このマトローシカを不用品に出したいんですけど。目で訴えてるよ。これどういうゲームなんだろうね。私が一番聞きたい。あんたは今のままじゃダメだと思うけど。CM 終わったよ。開幕2分でもう頭痛いわ。あ、始まったかな。赤い子を動かすのかな。おお、動いた。高等弦の権利のように生えてくる足。タイトル画面に映ってたね。今のところピクニック要素が全くわからないけど。洞窟で眠ってた？選択肢出てきたよ。なんかいきなり選択肢が荒ぶってるけど。幽霊なんだって。とにかく出口を探せばいいみたいよ。オッケー。おお、跳ねた。挙動がもうすでに怪しいんですが。上かな？こう、なんというか癖のある主人公ね。目が可愛いからいいけど。いいのかな？やれるのか。足があるからねー。あれ？あー、こうか。よし、壊せた。なんか蹴り一つとっても動きが。蹴れたからオッケーだよ。あ、はい。キノコジャンプ。アクションゲーム、なのかしら。蹴って端に寄せるとか？いけたね。しかしまあなんでこのゲームを。なんとなく。見た目で選んだわね。お、外に出発だ。外も普通じゃなさそうな予感。外に出てきたよ。この洞窟、封印されてたのかしら。じゃあこの赤い子は怪物なのかな。二本足で岩を蹴り壊す。怪物よね。なんだこれ。マークが出てるけど謎ね。
引っかかっちゃった。鳥かな？真ん中のは何かしらね。あ、鳥にも普通に話せるの。真ん中のは一応カカシみたい。えらく可愛いカカシだね。さっきから普通に歩いてないけど、こっちの方が早いかなって。あ、壊れた。ふむ、泳げるみたい。足だけで器用に泳ぐのねー。あれなんだろう。ノー。人なのかな。多分。ノやっぱり怪物なのかしらね。ものすごいびっくりしてるよ。こっちからしたら似たようなもんだけど。そして捕まるのであった。よく町の人で捕まえられたね。なんで来たんだっけ。さあ、とりあえず出ただけじゃない。言われても困るな。橋の修理をしてだって。足でどうやって修理するのかしらね。橋か、どうすればいいのかな。聞き込みがてら町を回ってみましょ。昔から住んでるのねー。さっきからハエが追いかけてるね。ずっと洞窟にいたせいかしら。井戸かな。で、どうするの。橋のあったところに戻ってみようかな。まだ聞き込み終わってないけど、いいか。ハエがついてくるわね。喋ったりはできないのかな。さあ、うん、特に手がかりなし。やっぱり聞き込みが先ね。のどかそうな場所ねー。怪物で大騒ぎになるのも無理ないかな。でも橋についての話が聞けないなー。と、その看板って、オープニングで出てきた会社じゃない？全国展開してるのかしらね。家には入れないか。橋の修理が終わってからかしら。ロープウェイ、外に出るにはこれが必要みたいだ。やっぱり当面の目的が優先ね。あ、監視カメラ。会社が設置したのかしらね。リンゴ。リンゴでどうするんでしょうね。うん、橋の情報がないな。一通り回ってダメなら、もう一回戻ってみるしかないわね。あ、オープニングで言ってた引き取りの話、ここにも来てるんだね。
戻るしかなさそうだね。あ、落っこちてるけど。でもここにも何かありそうだよ。あ、リンゴが収まった。あと2つ、何かありそうな気配。でもこれどうやって戻ろうかな。おあつらえ向きに水汲みが降りてきた。じゃあ橋に戻ろうかな。なんか木が動いてる。あ、雲だ。直してくれるのかしら。曇り止め、どっか出て見入れるのかしら。これだけ？蹴ったライトが切れるってことは。いや、さすがにそこを暴力で解決は。できてるー。よかった、これで解決ですね。穏やかじゃないですね。とにかく橋は渡れるから、戻って報告しようね。雲を蹴り飛ばして橋にしたとか報告していいものなのやら。